はい、おはようございます。釣り子 TV です。これバラム300、これがですね、釣り具屋さんに置いてあったんで買っちゃいました。安いやつじゃないですからね、まあ、12,420円ということで、でこれがですね、あのフィッシングショーから展示されていて話題になっていたマドネスジャパンとエバーグリーンインターナショナルのコラボレーションっていうことで、このバラムは、マドネスジャパンの、サタン島田さんがですね、開発したジャイアントベイトですけどね、それに惚れ込んだ菊本さんがカラー考案したよっていうことで、この後ろにですねダブルネームでこう書いてあるんですけども、でね、手元でこう開封なんていう動画を撮ろうかと思ったんですけど、これねもう30センチぐらいあるわけですから、でっかいんですよねもうちょっと手元に入りきらないんじゃないかということで、普段ね、竿とか紹介する時のこの引きの絵で撮ってるんですけど、ね、30センチとかこう手がねこうやって開いて、自分だけ手小さいけどこれで収まらないぐらいね、とんでもない大きさなんですけども、いろいろですね、まあ、裏に書いてあって、この張力は魔力バラム300って書いてありますね。でタイプフローティングでサイズが300ミリで、重さがですね 168g っていうことで、まあ30センチあるルアーにしてはちょっと投げやすい重さなんじゃないかななんていうふうに、まあ、文字で見る範囲ではね、感じます。今までのジャイアントベイトになかった超高速リトリーブを多連結ボディで可能にし、高速巻きでも安定したスイム姿勢をキープすることで逃げ惑うベイトを極限まで演出、ストラクチャーに潜む速い動きにしか反応しないデカバスを仕留めます。デッドスティッキング時には多連結ボディとシリコンテールが生物的で生めかしい動きを演出し、擦れたデカバスを誘い出し、ショートバイトも逃さない3フックシステム搭載でデカバスを仕留めます。そして特に強い魔力を持った8トラップ長砲、8の字長砲、足元まで追いかけてきたデカバスを完全に狂わせ、今まで完全に諦めていた全てのフィッシュ板にもう一度スイッチを入れさせることができる張力はまさに魔力。これから始まるジャイアントベイトの新境地、覚醒したあなたに逃げ道はなくなるっていうことでね、裏に魅力的な説明書きが書いてあるんですけども、注意点でですね、テールはですねこれシリコン素材でできているっていうことで、材質の特性上他のハードルアーソフトルアーと接触させ続けるとお互いが変形、溶解および固着する場合がありますので、他のルアーと一緒に保管しないでください。もうね、孤高のルアーですね、これ専用に一つボックスを持ち歩かなければいけないっていうね、なかなかもう孤高のルアーなんじゃないかなって思うんですけども、まずもってね釣り具屋さんにこれポンと置いてあったらね、一発で分かりますけどね。いやー、しかしこのカラーリングもなかなかですね、これとビッグバイトチャートと選べたんですけども、ちょっとベイトフィッシュっぽいこのですねカラーを選んでみました。その名もですねスーパーナチュラルね、スーパーナチュラルっていうカラー選んでみましたよ。じゃあね、ちょっと入りきるかわからないんですけども、手元でですね細かいところを見ていきたいと思います。はい、カメラをねだいぶ高い位置にセッティングして、なんとかですねこれどうかな、入りきれてるかなといったところですけども、まずはパッケージですね、ここにマドネスとエバーグリーンのダブルネームだよっていうことでこういったロゴが入っております。あとはねフローティングだよというところで、で先ほどちょっと読んだですね裏に説明書きがこと細かに書かれていまして、ここがやっぱりねダブルネームだよっていうことで両方の会社のですね、名前が書いてあるということで、まあ早速ですねじゃあ開けていってみたいと思います。いやー、このね使うか使わないかっていう問題もありますからね、この大きさですから、そんな時にですね、まあ、飾っておくか、ね、まあ、できればね使い倒す感じですけど、何にしろねちょっと開けていきたいと思います。
よいしょ、たったかたー、さあでかいって、はい、じゃあ出していきます、ってでかいな、よいしょ、ねえ、こんな感じで綺麗に入っております。あー、ちょっとね、迫力がなんていうかありますね。どうだろう、針が3個スポンジに綺麗に刺さっていて、で、あ、やばいやばいやばい、裏から裏からなんか止まってるんで、一回どうし、どうだろう、これを今ね、テールがいきなりちぎれそうな、あー、とんでもなくですね、こう動き回るとそれだけで傷とかついちゃいそうですからね、かなり厳重に、もうなんていうんですかね、拘束されてますね、バラは。エヴァンゲリオンか何かっていう感じですかね、この暴れ回らないようにですね、この拘束具で、数多くの拘束具で固められております。ちょっと待ってくださいね、ちょっと今全部撮るんで、もう魔人が封印されてるって感じですかね。で、テールのところがね、ちょっとソフトなんで、これちゃんと綺麗に取ってあげないと、ちぎれたりしたら、あー、1本目、そして2個目の拘束具が、はい、外れます。あ、ボディ連結ごとにね、暴れないようにこう守られてるというかね、連結されてるんですね。こうなってますねえ、丁寧な、超丁寧なね、梱包してくれてるんで、まあ、手元に届く時には変な不意な傷とかが入らない、まあね、1万円超えてくるルアーですからね、買えて速攻でね、フックサークルとかなんかいろいろついてたらちょっとね、げんなりしちゃうかもしれないんで、あとはこのお尻のこれビスですよね、これがついてます。その以外にはまあ入ってないかなということで、じゃあちょっとケースはどいてもらって、ダーン、うおー、まあ迫力あんなこれね。あ、で、はい、じゃあちょっと見てきますけども、ここね、頭にエバーグリーンね、マドネスね、両方のダブルネームだよっていうロゴが入っていて、じゃあ顔周りから、おー、精悍なルックスですね。こんな感じの表情だったんですね。まあサイズもでかいんで、目もでっかい目ん玉ついてます。で、アイがね、やっぱほんと池原とか西の方とかでですね、超デカバスを狙う、まあ、60アップの、そうですね、ダブルヒットなんかを菊本さんがマジで狙っているルアーだから、ほんと各ね、アイがね、でっかい、で、太軸ですね、もうちょっとやそっとじゃびくともしないような愛がですね、ついていて、まあ、スプリットリングも強そうですね。で、この何がコラボかっていうと、このカラーリングですね。ねえ、このちょっと派手すぎずね、光沢を少し抑えたような感じのナチュラルな感じのこのカラーね、これがまあ自分なんかだと、関東だと本当ね、ブラックバスちょっと狙いきれないかもしれないってのがあって、どちらかっていうとやっぱりね、ちょっとシーバスのこの白パターンでぶっ込んでみたいなっていう思惑もあって、1万円超えてるんですけどね、買ってやろうと思ってですね、去年はあのジョイクロマグナムとかではよく連れてですね、で、まあ大きければ大きいほど、ルアーが大きいほどなんかですね、魚の寄りがいいというか、反応が良かったっていうところで、ちょっとね、でかいビッグベイト何か追加で買いたいなと思っていたところ、このね、バラムね、まああとはあの動画でね、本当サタン島田さんが8トラップで狙いまくる動画とか、あとはあの最近ザ・ヒットが YouTube でもね、あの見れるようにね、
視聴できるようになっていたので、そこであの菊本さんがこのバラムのねコラボレーションモデルを使って、その番組更新記録更新となるですねサイズを釣り上げたり、そんな動画が上がっているので、そこら辺のですね動画を見ていたところ、まあ欲しいなと自分に使えるかどうか、まあそもそも投げれる竿を俺あんのかっていうところからね、ちょっと気になりだしてるんですけども、とはいえですね一個この手のちょっと超でかいのは買ってみたいなと思っていたので、でこれがね1万8000円とかね、あの100万ぐらいちょっと高かったら躊躇しちゃうかもしれないですけど、絶妙なんですよね。まあ1万2000円か、買っちゃおうかなってね、釣り具屋さんで見かけて、そうですね、これ3分ぐらいですね、あのどうしようかなって思ったんですけども、気がついたらあのレジに進んでましたね。まあこのカラーリングでこのボリューム感ということで、で持ってみるとこの上の方から多連結ボディ、ただ単純に似たようなパーツが連なってるってわけじゃなくて、上はそんなに稼働しない、で下の方に行くにつれて稼働するですね、なんていうんですか、このクリアランスが広くなっていく、で最終的にはこのシリコンテールのベロンってところまで行って、こうですね徐々に後ろに行くにつれてしなやかに曲がるようになっているんですね。こうなってるんですね。これね投げどころねちょっと考えていかないとなと思うんですけど、まあまあまあ今年に関してはね、あの関東でも今まで封印されていたダムがいくつか解放されたんで、ちょっとねまだこういったのねビッグベイトとかルアーとか見慣れてないデカバスがうようよいるかもしれないっていうところで、そういったところでまあ雨が降ったタイミングとか朝マス目夕マス目とかですね、それを今出ているですねこれでの釣り方みたいな動画をよーく見てですね、出しどころを研究して投げていこうかなね。垂直岩盤のえぐれているようなところ、あとは大規模な橋脚、まあそういったポイントに行く道すがらにある魚の寄りそうな巨大な、マンメイドストラクチャーと、まあティンバーとかね、そういった投げ込むとこんなところで効くみたいなのが見えてくるみたいなんで、ね、ちょっとねこの日は大きいルアー投げる日って決めてね、ちょっと投げ込んでみて関東のねバス狙っていこうかなって思うんですけども、魚自体はね結構ね60アップとかねよく超過報告で、まあ、ちょいちょい上がってますからね、亀山ダムとかね、あとは三島湖もこの前ついに60出たって報告出てたかな、あとはまあトズラパラもほんとね封印される前とかね、あとはね昔からね60アップ目撃情報なんか多数ありますんでね、まあ、そういったダムで一発狙いの時にちょっと使ってみたいなと思って買ってみました。で針はですねこれもうほんと注意が必要なぐらい鋭いフッ素コートの針が、そこまで大きくない針が3つついてるんですよね。普通ねイメージ的にはバランス的にもうバカでっかいね針がつきそうな感じなんですけども、ここら辺が本当もう釣りにかかるためにこういう針のセッティングなんだろうな。でさすがにこの針でハンドランディングとか、あと抜き上げてバケモンって飛んできて人に刺さったりしたりしたら危ないからっていうことで、結構派手なね、ファイトと、まあ取り込みなんかもわっしゃーって感じの取り込みが多い菊本さんも、これを使う時に関してはランディングネットね、超でかいランディングネットでしたけどね、ランディングネットを使って、ちゃんとですね怪我のないように手にぶっ刺さったりしないように取り込んでいるなんていうのが動画とかで見てねすごい印象的でしたけども、まあバランこんな感じの大きさですけども、まあ大きなルアーで言うとですね、例えば去年なんかこのねスーパー
マグナムザラスプープね、これなんかも30センチぐらいあるんで、これと大体似たようなサイズですね。まあ、このテールの分大きいんですけども、そうですね、30センチ仲間というとこんな感じで、まあ、ここら辺のルアーだとこんな感じでね、針もねでんごついで、さらにかかりよくするために自分なんかここを、もう3連結にして、まあ、ちょっとね浮き姿勢の関係で本当はもっとバカでっかい針ついてたんですよ。でそれだとね、あのね、なんかかからなくてですね、まあこれより太い針をシーバスのロット、シーバスロットってそこまで硬くないですかね、貫けないなっていうことで、ちょっと針のサイズをこれでも落としてですね、で多連結仕様にしてドッグウォークが一番出やすいような、まあまあいいや、あのこういうねスーパーマグザラとほぼほぼ同じサイズなんですね。でこっちがね 130g ぐらいだったと思うんで、まあこれを使っているタックルでちょっと使ってみようかな、ね、2本ぐらいねちょっとビッグベイトロットみたいなの持ってるんで、そんなので使おうかな。あとサイズの比較で言うと一世を風靡したビッグベイトといえばこれでしょうね、菊本さんが作り上げたですねキンバーフラッシュ、ね、ノイジーダックスですね。これなんかと比べると確かにジャイアントだなってのがよく分かって、あの出た当時ねえ、こんなでっかいのでブラックバス釣れんのかよ、菊本さんすげえなーってテレビとかでね、これでよっしゃーってでかいのね、釣りまくってすげえなーと思って憧れだったノイジーダックスがちょっと小さく見える、もうイカれたサイズですね。これはやっぱりでっかいなー。まあここら辺をね、まず一日投げ切れる精神力からね自分の場合養っていかなければいけないんですけども、ただね本当まあ60アップとかそんな記録更新じゃなくてもいいですね。このサイズのルアーだったらもう40センチでも45センチでもですね、自分の場合多分よくこれを食ってくれたな、もうそこで行っちゃいそうですね多分ね、一匹でも釣ることができたら。まあね、ちょっと梅雨も明けてですね、ドッピー感の日が増えてきたんで、雨のちょっと荒れ模様の時なんていうのがね、こういうの効きそうだから、ちょっと入れるタイミングは考えていかないとなと思うんですけども、何にしても、はい。もう、バッとね、買っちゃったんで、なんとかね、で、使うタックルなんかを見ていると、長め、固めの竿で、で、リールに肝があるみたいで、どの動画を見ていても、どの釣れっぷりを見ていても結構ですね、早巻きなんですよね。ダダ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 ってこう早巻きでピタッと止めてカーンって食わせるとか、あとエイトトラップに関してもこうちょっと止めといて魚を寄せて寄せて寄せてバーってこうね一気に船べりまで逃がして、でそこであのエイトトラップを入れて騙してバイトに持ち込むっていう、こういったシーンをよく見てるんで、まあちょっとね、まずはまあ投げれる竿を探さないといけないんですけども、リールに関してはハイギアがいいっていうことで、自分の手持ちだとエクスセンスね、海用のシーバス用のやつが比較的太いとかがっつり入れられて、ギア比8かなんかでハイギアだったんで、まあそこら辺とか、あとはビッグシューター、コンパクトビッグシューター、その他ね、なんかまあちょっとハイギアのリールで、で糸がこってりと、20ポンドから25ポンドぐらいの、ナイロンラインね、そのエイトトラップとかだと足元でこうダンって食わせるから、多分あれ P ラインであれやるとですね、どんな太い糸でも下手したら高切り起こしちゃうんじゃないかなって、すごい微妙なね、テクニックっていうか、パンっていう瞬間的なね、動きを対応する、あとは足元で急激なバイトでもちょっとクッション性を持たせるってなると、ナイロンラインのでんごついラインで組んでいった方が安全なのかな、まあそういう風にも、説明されてますし、実際ね自分で、投げる時もですね、そんなタックル準備して組んでいこうかななんていう風に考えております。まあまあまあこんな感じで、手元をねちょっとねカメラ遠目なんですけども、なんとか30センチあるんですけどね、こういう感じで撮影してみております。まあね、何にしてもね、タイミング雰囲気があるときはちょっとね投げていってみて、まあね本当大きいのはね、いろいろ買うんですけどね、
なかなか釣れたってところまでね、まだ至ってないルアーがまだまだいっぱいあるんで、これもね、なんだろう、タンスの肥やしにならないようにタイミングタイミングではですね、ぶち込んでいければな、なんていうふうに考えております。はい、というわけでですね、本日の釣り子 TV はついに発売されたですね、マドネスとエバーグリーンのコラボレーションね、菊本さん考案のカラーが塗り込まれたこちらバラン300、これを一つ買ってきてみたいと、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。